焦がしバターを作ります。鍋にバターを入れて、まずは一度溶かします。溶けたら少し火を強めて、中火ぐらいかな、強めて沸騰させて、さらに焦がしていきます。バターが沸騰してくると気泡がたくさん浮いてくるので、中の色が見にくくなるので、よくかき混ぜながら鍋の中の焦げ色を確認してください。砂糖で作るカラメルと同じように、色がつき始めたら途端に濃くなっていくので、絶対鍋の前から離れないようにしてください。はい、少し色がついてきました。ここからが注意です。ここからが一気に入っていくので、これぐらいになったら火を弱めるか一度止めてください。さらに混ぜ続けて好みの色まで持っていきます。はい、これぐらいですね。これぐらいの色。止めるためには水に浸して急冷してください。急冷しないと真っ黒焦げになってしまいます。ではこれを粗熱を取ります。まず卵をボウルに割り入れたら少しほぐします。ほぐしたらグラニュー糖を全量加えて、和えます。卵液を湯煎にかけて温めて、卵液が温まったら湯煎から外します。今立てていきます。これで一度チェックします。これくらいのリボン状になったら高速での泡立ては OK です。この後低速で1分ぐらいきめを細かくしていきます。きめを整えると大きな気泡は消えて、ツヤが出てきて、さらに泡の力が強くなって、リボンがたくさん重なるようになります。ここまで来たら、今度は粉を混ぜていきます。粉を加えていきます。ヘラでそこから混ぜて
負けが見えなくなるまで混ぜ直します。ヨーグルトを入れてレモン汁を加えます。とレモンの皮ですね。レモン容器を入れて混ぜ合わせます。ヨーグルトとレモン汁の筋が見えなくなったら、溶かしバターを入れます。油がちょっと混ざりにくいので、下から混ぜて、生地を返して、しっかり生地をつまんでください。油の筋が見えなくなったら、さらにもう少し混ぜて、生地にツヤを出していきます。非常に流れるくらいがちょうどいいです。で、ヘラを外します。型紙を敷いた型に生地を流していきます。少し叩いて表面を平らにして、空気が入っているといけないので粗い空気を抜きます。こちらをオーブンで焼いていきます。オーブンに入れて10分経ったら、こっちと取り出してサラダ油、米油を少しつけたカードを中心に当てます。こうすることによって膨らんで割れた時に必ずここがきれいに割れます。さらに焼きます。こんな感じ、先ほどの生地が出来上がりました。中心に竹節を刺して、生地がついてこなければ焼き上がりの目印です。型からすぐに取り出して、クーラーの上で冷ましてください。